皆さんこんにちは、まゆみぜんなぐです。大阪に2回手の CM 関節症で手術に行ってたんですが、その後ちょっと子宮体がんの手術で1年ほど空きが出てしまったので、もう一度リハビリに行ってきました。でリハビリの後の醍醐味といったら、やはり難波の四ツ橋編線から住之江公園まで15分で行けるので、またついついここに来てしまいました。ここは住之江協定場です。前はボートが飾ってあって、手に私三角帯の黒いホルダーつけた状態で見てたら、お姉さんに撮影してもらったりとか、女性の方は特に入ったらすぐ右のここのコーナーに来ると、今は歴代のモーターが展示されています。モーターはくじ引きによって当たり外れがあって、それを自分で仕上げていくと、プロフェッショナルな連れに教えていただいたのですが、特にこの38番とか番号によって勝敗が決まる場合もあります。中にはまくり差しって言って、その選手の素早さとそのモーターのと船の位置状態によって全然変わってきますが、周回展示とかで直線の距離はこのモーターがかかってくると思います。今まで私も2連単3連単100円だけで一生懸命当ててきたのは、必ずこのモーターを調べて勝率を考えたり、周回展示を写真撮ってスマホで拡大して、どの選手がスピード出てるかとか、曲がる時にどこで切れるかとか、それを頭の中で考えながらやっていくのが楽しいので、皆さんもぜひ書き事とか、全部お金を使ってしまうのは、まるで恵比寿吉和さんみたいに100万とかね、つぎ込んじゃったりとか、そういうのじゃなくて、ゲームセンターとかカラオケとか行くような気持ちで、100円だけで勝負をしてみるのもいいと思います。そうすると、負けても1000円ぐらい、合計6レースぐらい楽しめたりとか、代わりも、今日はたこ焼き買って帰ろうとか、楽しみが出ると思います。このモーターは、一番初代の方から並んでるみたいですね。ちなみに、この38番っていうのを、現在のモーターで調べたら、評価は D らしくて、48ぐらいでしたね。この、くじか何かで引いて、選手が仕上げるのに3回渡ったりとか、その選手によって上手い下手もあるみたいで、調べたら今11番とかでこういうデータが出てるので、ちょっとつけておきますね。とかは懲罰モーターとかエースモーターって呼ばれてるみたいですね。エースと聞くと私はワンピースのエースを思い出すんですけど、その1日の抽選で決めるモーターとプロペラのセットで、その腕のいい選手に渡ったモーターによって変わってくるらしくて、12番とか23番とか結構いいって聞きますね。あと順位とかもまあそうなんですが、まあいくらモーターが良くても、その選手の腕とそのいくら周回展示とかで6秒台取ってても、結局曲がる時にまくり差しとかこう間を隙間を縫って6号艇がバーって前、ホワイトシャークと言われてる臼井さんみたいに抜かせられたらちょっとダメなんですけれども、それをたった100円で私は頑張って研究して行くのが結構私の楽しみでした。
今回は住之江のしぶき杯って言って、なんか名前が渋いんですけど、しぶき杯で瓜生さんと、あともう一人ですね、桐生さんが来てましたね。桐生さんの番号、選手番号は4444って言って、ちょっとゾロ目なんですが、そのやっぱ桐生さん数字の運も持っているのか、結構今回も1号艇だったりとかして楽しめましたね。あと競艇場によってチルトの角度を変えてるみたいなんですが、チルトの角度を下げると加速力が弱くなって、上げるとトップスピードが出るらしくて、その住之江の場合は 0.5 からプラス 1.5 までだそうなんですが、前戸田とかは 0.5 から 0.5 って放送してましたね。桐生競艇場1回だけ行ったんですけれども、 0.5 から 1.0 だそうです。あと江戸川、私全然ダメなんですけど、苦手な川で、ちょっと横が長いからですね、 2.0 まで行きますね。平和島は 3.0 まで行くらしくて、熱い戦いが認められます。浜名湖競艇場も行ったことあるんですけど、 3.0 でしたね。上が最高まで、魚も飛び立っていうのが見えたりとかですね、結構浜名湖はのどかでした。この住之江競艇場は結構大阪のに友達が行って、一回連れて行ってもらってから、場所覚えて一人でも行けるようになって、その時になんか不思議なこの銅像がありまして、これがちょっと気になりますね。なんかお母様のその感謝の気持ちを込めた像らしいんですが、皆さんこれには見向きもせずに、ただただおじさまたちは、まず最初に2時半までの間、外の場外の馬券を買って、中には倒れてる人がいました。私はあのドンキホーテでパピコを買って、必ずあのおじさま方たち、ちょっとコロナも関係もあるのですが、昔からちょっと苦手なので、外の誰もいない空気を吸いながらのんびりと考えるのが結構私流ですね。本当にあの救急車呼ばれて担架で運ばれている方いたんですが、あのその原因として理由は一つあります。あのモニターがですね、かなり上についてまして、かなり上を見ないとあれなんですね、あの見上げることができ、あの見ることができないので、首の頸椎を圧迫して、そこから血流が悪くなって脳震盪を起こして倒れた方がいましたね。これはあの前美術館ですごい素敵な教会があって、必ず旅行者が倒れてる事件があったんですよ。その原因を突き止めたのが、だいたい一人旅の方で、普通だったら友達と喋って、ああ、じゃああっち行こうとか言って、もう、ちょっと短時間で済むのが、長時間、うわ、綺麗だなって見上げることによって、首の、あの、頸椎の血流が悪くなって、脳震盪起こしやすいので、皆さんも気をつけてくださいね。あと、私がちょっとびっくりしたのが、5年半ぐらい私、機能訓練で老人ホームで正社員として働いてたんですが、必ずとろみをつけてあげて、あの美味しくないとろみですね、そのとろみをつけれる自動販売機を発見しました。これもおじさまたちがこうたかって見てるところを、私はちょっと苦手だったから、外でぼーっとアイスをのパピコ吸ってたら、なんか自販機があるので、すんごい近くで見てみたら、とろみありと書かれていて、これはなんか世界初の自動販売機らしくて、私が見つけたのは大阪の住之江競艇場の外のとこですね。あのボートレースって結構ギャンブルだって言って悪いイメージがありますが、ここの、全部日本でもそうなんですが、ここの売上金をコロナに寄付したり、3億円なんか篠崎選手3億円をバーンって寄付したりとかですね、どんな芸能人とか自分の、ね、もので豪邸家建てたりとかしますが、皆さんですね、このギャンブルって言っても寄付みたいな形
で結構社会貢献してます。でやっぱり高齢者になって楽しみがなかったりとか、奥さんが亡くなって行くとこがなくて、で私がちょっとお話した方、その方はすごい真摯な素敵なおじさまだったんですけど、やっぱり私と同じ100円掛けしてて、いちごが当たって300円もらってきて、わーそれでも当たったら嬉しいって言ったら、その素敵なおじさまも、わー楽しいねとか言ってくれて、あのやっぱり奥さんとかが構ってくれなかったり、もしくは息子さん娘さんも構ってこらなくて、もう定年してやることがない方々の楽しみの場としてこのボートレースは成り立ってんだなって、あのリハビリの後に行くたびに実感しました。女性の方も結構今若い方がいらっしゃって、あのこのとろみは必要ないですが、まあ私も将来とろみありの飲み物を飲むことになるのでしょうか。あと女性の方はすごい得な話なんですが、ボートレース入って右側の方に進みますと、こういうチラシが置いてあるところにあって、あのポイント制でポイントを貯めたりとかできる会場があるんですけど、そこのところに入ると女性だっていうことで2日連続あのアイマスクいただきましたね。これあの宿が結構、私お金が予算がなかったので1700円とか2000で泊まれるところを泊まってるんですが、もうカーテン閉めて個室なんですね。そうするともうこの、ま、アイマスクをして寝ると爆睡できたり、帰りのバスとかでもこれやったら気がついたら眠ってましたね。いい匂いがします。これをくれたりとか、あと石鹸だったりとかノートだったりとか、あとなぜか洗剤だったりとか、あと冷却シートですね。これだけでも入場料100円取られちゃうので、もらうだけでちょっとなんか得した気持ちになります。これはなんかちょうど2時半頃入ってきた様子ですね。必ず私はあの周回展示を生で見ます。私はちょっと小さい時から弱視と言われたり、強度近視乱視とかですね、あと網膜に穴が開いてるとか言われて、ちょっと原因が分かんなかったんですが、網脈絡膜縮小というなんか東京都の指定の難病ですが、ちょっと見えないんですね。あの色とかもぼやけちゃって、ただあの周回展示で説明するので、それを聞き逃さなければ視力が悪くても、あとマークシートもぶっといペン持って行って、あと私結構前からやってたので書く欄が覚えているので、だいたい間違わなければ書くことができます。であとは直感を信じてですね、まあ、最初に私25買ったんですね。そしたらやはり25来ました。これがのこの状態ですね。ちょっと音が聞こえるかどうかなんですが、これこの時は確か4かなと思って一応言ったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、で、あ、そうですね、14来ましたね。これはあの200円で買いましたけれども、夜になるとこんな状態です。向こう側になんか神社があるので、見回りしてみるんですね。でこの今回その4号艇と1号艇が結構決まりやすいみたいですね。これはあの八坂神社ですね。大阪のあの神社なんですけど、有名な無形文化財ですね。ここでお祈りしてあのご飯が食べれることを感謝しながら行ったのが良かったのか、結構当たりますね。前も手の手術した時にも一人でいたんですけど、この周回展示を見てるとなんかインスピレーションが湧いてきて、その後ずっとあの個室でにらめっこするんですね。あのスマホで拡大しながらとか、放送をちゃんと聞いて順位を調べたりとか、
年前、瓜生選手を平和島で応援してた時に4号艇 が1着だと思ったんですね。その通り瓜生さん4号艇1着になって2連単と3連単出たんですが、その時はすごいなんか本人の気持ちになったみたいに嬉しかったですね。その瓜生さんがはるばる住之江に来て、で、あの皆さんの人気者の桐生純平さんも来てたので、今回はしぶき杯はかなり熱い戦いになったと思います。私は3回連続で行きましたね。最終日もまだリハビリあったので3日の日ですね。最終日、あ、違う、水曜日だったので5日の日、最終日まで見たんですけども、女性専用の部屋で145でやったら的中しました。145ですね。これも100円だけしか買ってないので、これちょっと私も恥ずかしいんですが、マークシート100円のところをなんかペンがずれたのか600円買ってた時があって、それが2日目の後ですね。すごいショックで、で買うところもなんか光ってるんですが、入れるところわかるんですけども、音声で読み上げてくれないので、ちょっと目が悪い人はちょっと大変だと思うんですが、見事取り返すことができてプラマイゼロになりましたね。2500円ぐらいは戻ってきたのかな。1000円ぐらいですね、かけました。1回じゃなくって6レースぐらいやってですね、必ずもうそれ以上はかけるのやめようって決めてます。じゃないとなんか破滅になりそうなので。で、214ですね。これなんか来るかなと思ったんですが、これは結果どうでしょうかね。確か7レースでした。この214は、確か桐生さんが2号艇かな、あ、瓜生さんが1号艇だったんですけど、瓜生さんがちょっとダメだと確信したんですね。それで順番が変わって21で4が張りやすいので、これ的中してちょっと嬉しかったですね。2300円戻ってきたのかな。で、この3号なんですけども、ズバリ当てたんですよ私。ただ私また格欄を間違ってしまって、10レースの方に丸しちゃってたんですね。9レースだったのに、いやもう本当に当てて嬉しかったんですけど、このどうして当たったかっていうのも、全然買う気なかったんですけど、たまたま100円持ってたので、出所表を見てずっと拡大して一人で考えたら、1A って A ランクの選手が3と5しかいないんですよ。それで、そのまま、瓜生さんと、が3号艇だったんですけど、買ったら本当に的中しました。で、2、どうして 5が来たかっていうと、単に私が黄色い服を着てたので、まあそんな感じで当たる場合もあります。これはまあ2連単だったので、本当に小銭で出てくるので、小銭の女王になっちゃいました。ただ、住之江だけ、お金、キャッシュレスのカードができたんですよ。ただ、それも相談してみたんですけど、1年間にその返却有効なんですが、その間も500円まで、貯めないとお金が引き出せないみたいで、私電車賃とかも福祉で買ったりとかしてるので、小銭じゃないとちょっと大阪はやっぱ不便ですね。温泉湯とかも未だに小銭の文化なので、やっぱり大阪は小銭があったら結構すぐ使っちゃいますね。必ずタイマーでピッピッピッって言いながら、みんな
12345678と並んで走るんですが、その時に本番前に結構フライングする人がいるんですけど、前あの平和島でちょっと面白かったのが、全員がフライングになっててちょっと面白かったんですが、全てが F になってしまって、その時ちょうど全てが F になるっていう綾野剛さんドラマやってたので、それと被ってちょっと一人でクスクスって笑ってたんですが、この時も結構スピードが出てる人の方がまくり差しする時に、まあ、後ろから曲がるよりもこう前に早めに行って曲がった方がまくりやすいのか、ちょっとまあそれはまあその人の運ですけれども、あとここのプラチナルームが満席になってるっていう放送があって、どこに書いてんのかなと思ったら料金表が書いてあって、皆さんご家族で貸し切って、まあ何話のとか何番の人たちとかですね、大阪の人はなんか仮グループでやるみたいですね。結構2時半までは入れなかったりするので、皆さんで家族でコロナ禍の中でも楽しめるようにできてるらしくて、あと食べ物とかもかなり安めですね。たこ焼きが300円で6個入ってたりとか、あと焼き餅が150円ですね。昔リハビリの時にたこ焼き食べてたら、知らないおじさんが1個最後の1個ちょうだいって言われて、私もう手に包帯巻いてリハビリしてるの、そのおじさんなんか1000円とか握りしめてて、でも差し上げたらなんか結構当たるようになりましたね。あとボートレース中に何か女の子の写真が出てて、なんだろうと思って望遠鏡とかで拡大してみたら、誘拐された小学校の子たちとかのそういう総括作願いとかも無料で提供してるようですね。その地域とちなんでこうやってなんか事件があったら見つかるようにしてくれたりとか、そういう協力ですね。この子も助かってるといいんですが、結構日本ではコロナの話はするけども誘拐されたりとかする話は全然出なかったりとかして、ニュースにもあまり取り上げないので、もっとたくさん目に触れるようにしてくれたら、またね、見つかる確率が出てくると思うんですが、なかなか難しいと思いますね。あと大阪大学の感染対策プロジェクトとして、ボートレースの基金を機に10年間で230億円の支援をすると発表しました。ボートレースは本当にただの賭け事じゃなくて、皆様のその日本の政治家よりもちょっとすごいと思いますね。こうやって給付金もたった1回だけだったのに、ここはちゃんと無償で10年間支援するという話なので、結構地域と一体化した皆様の楽しみの場として作られていると思います。前に日本では賭け事禁止なんですが、カジノとかもそういう風にして政治家の方にお金行かないで、そういう貧しい人たちのためを支えるためにお金を使うっていうのがいいですね。あと大阪でちょっとすごいなと思ったのが、私ちょっと白杖ついてないと転んだりするので、ついて生活してるんですが、折れてしまってここに電話してみたんですよ。だからたまたまやっていて、知らないね、東京から来た知らない方でも行くと修理してくれました。でしかも杖の先端のところも400円で一番ぶっといサイズで、中のゴムも600円で1000円で直すことができて、私の細いグラスファイバーの軽いやつなんですが、おかげですごい歩きやすくなりましたね。でまたちょっと戻ります、本題の方に。この436ですね、これは皆さんどよめいたんですが、
取れなかったやつですね。誰が出てんでしたっけな。あと渋気配のですね、最終日にもちょうど2時半頃リハビリが入ってたので帰りに寄ってみたんですけど、これですね、4号艇が1着になりまして、渡辺さんっていう方ですね。この方 A2 の選手なんですけど、埼玉県ので、2号艇が八津幸宏さんで、3号艇が大沢ヒロムさんですね。この大きい夢って書いてヒロムって読むらしいんですが、私はちょっと読めなくて、この方 B2 の選手なんですけども、1号艇が松本さんっていう方で、この方 A ランクになったらしいんですけども、この4強艇の方にちょっと抜かされましたね。まくり出しですね。チルドとかが14で、この4号艇一番早かったですね。だから多分まくり出しできたのと、風がその時ちょうどなくて、気温も29度から32度ですね。31,970円という3連単でちょっとびっくりしましたね。一番私100円で、一番やっぱ215でドラキュルレースで4000円もらった時があって、その時に知らないおじさんに、あんた100円掛け替え大したもんだって言われた時は嬉しかったんですが、その時にちょっと歯磨きをしてて、歯の前歯が欠けてしまって取れてしまって、それでその修理代として全部使っちゃいました。でも現場の方々は結構お金とか握りしめたり、ウォーって叫んでる人もいたので、中には当たった方もいたのではないでしょうか。これ43でも5,950円ですね。これはすごいですね。このなんか当たったら、なんか私は絶対知り合いの人呼んでごちそうしたりとかですね、してあげたいですね。で、最終レースの渋気杯のレースの結果なんですが、これは会場の人たち皆さんどよめいたんですが、143ですね、なんと2号艇のウリュウさんが消えてしまいました。これは結構皆さんどよめいてしまって、私も実は14買ったんですが、これ違う14が当たってって、あっちの裏のですね、大津とかの女性の競艇のやつが14かなと思って買ってたら、なんとこっちの最終レースも14でした。結局100円で私は勝てなかったんですけど、皆さんもちょっとウリュウさんって言ってましたね。中には結構当たってる人もいて、よっしゃって言ってる人もいました。やっぱり人間観察もちょっと楽しみの一つですね。また機会があったら、リハビリ涼しくなったらおいでって言ってくださったので、この機会にまた行けたらいいなかったと思っております。あとちなみに応援に行くときに、結構お茶も中で飲めるんですけれども、私はルイボスティーを宿から水筒に入れていて、浄水の水もあったので、それで歩いて南波から肥後橋まで喫茶店のマスターの昼ご飯食べるのがリハビリの後の楽しみだったんですが、この日は2万歩ぐらい歩いて、高月堂っていう金つばのお店でこの金つばを買って、もう一個の水のあの入ったですね、夏用の金つばがあるんですけども、水羊羹みたいな周りがしっとりしたやつで、それはちょっとその場でもう食べてしまいましたね。暑かったんですけど、冷たいうちが美味しいので、これはあの常温でも大丈夫だったので1日も持つそうなんですが、こ
このお店は結構お客様が結構絶えずいらっしゃって、出たらまたお客さんが外で待ってたりとかですね、コロナの間も潰れず頑張ってやってるとこでした。唯一それが完成しながら食べるとまたより美味しく感じます。あと女性ならではのプレゼントとして、最終日は石鹸をいただきました。牛乳石鹸の青いパッケージじゃなくて赤いパッケージなので、ちょっと高級なやつですね。でこの黒い方はミニ手帳で、周りが合皮でできてて中は紙なんですが、白いやつですね。ちょっと私は黒い紙に白いペンで書くとくっきりはっきり見えるんですけど、ちょっと見づらいので、もう今メモは取らなくなってしまって、これはちょっとメルカリに出してますね。あといつも四ツ橋線から肥後橋から乗って住之江に行く場合、たまに歩いたりとかするんですが、肥後橋の2番出口のライトハウスがあるんですけど、そのライトハウスを見て左側の方にアーチ状の建物があります。ここは前江戸時代からの豪邸住んでる方の遺灰じゃなくて、なんて言うんだろう、そういう遺跡があるところで、ここを見上げると必ずこの銅像が立ってるので、ちょっと見とれてしまいますね。ここだけなんかヨーロッパのような建築の造りで、円柱で支えてるファサードなんですけれども、この建築法は結構なかなか作れない技法なので、建築勉強した方には見どころです。あとこの橋も肥後橋の方なんですけど、ここから見た景色、この長崎にもあるメガネ橋みたいなこの造りですね。普通なんかメガネ橋ってアーチがもっと狭いんですけど、ここ結構広めの楕円形のアーチで支えていて、これも重要文化財の一つですね、指定文化財ですね。結構肥後橋付近で Google で指定文化財って入れると結構出てくるので、皆さんももし興味があったら調べてみてくださいね。あと難波とか住之江協定場の近くもそうなんですけど、銭湯が結構いっぱいありまして、ここは幸福湯ですね。一度ちょっとシリに案内してもらったら閉まってて、たら近所のお姉さんが自転車であれって言って、やっぱり見てくれたら、8月4日までコロナ陽性の方が家族に行ったみたいで、ちょっと怖いんですけれども、行ってみたら普通に女性のお風呂空いてて、なんか連番だったので嬉しくって撮影してしました。あとこれはなぜか私の所在地どこだろうって見たら水の中ですね。これ住之江協定場の状態なんですけど、 GPS で住所を調べてみたらこんなのが出てきました。バーワン決戦の第12レース優勝戦です。さあ並びがどうやら1・2・3・4・6・5、インコース1号艇の桐生純平、今年 V4 の住之江連続で V4 に王手をかけました。2号艇の瓜生正義、昨年のグランプリの覇者が住之江連続 V なるかです。1・2人気の両者。3号艇の富山博之、今大会の最古さんが地元24回目の優出。4号艇引っ張りでしょうか、河合勇輝は今年9回目、住之江は3回目の優出。そして5号艇の6号艇の田頭トラチカ、今回住之江初優出、通算3度目の優出。動いていきまして、そして一番外から5号艇の貞松勇気、今年2回目、そして今回住之江は初優出です。これでスロー勢は1・2さんが入ります。ダッシュ勢が4・6・5、3対3に分かれてまいりまして、さあ今回のしぶき杯競争はグランプリを勝った賞金王の2人、桐生純平、瓜生正義の今大会の2強の最後はワンツー決着なるか、注目の優勝戦です。さあ前提が進入してまいります。
1番2番3番4番6番5番の3対31秒、リマスタートしていきました。コースアウトはインコース2コース1号艇2号艇ダッシュ勢からは4番6番ですが1マーク、まず逃げる1号艇の桐生、刺してきました2号艇の瓜生、握った4号艇内から3号艇、あと6番5番ですがバックスレッチャー押し切った。1号艇の桐生純平が先頭で隅の A V4 へと向かっています。外から接近が4号艇の河合、内から2号艇の瓜生、あとは3番6番並んで最後方5号艇が遅れています。なおスタートは正常でした。第2ターンマークトップで回って1号艇の桐生追っつけてくる2号艇の瓜生、さらに太郎4号艇が攻めていきますが先頭は1号艇、2番手はさばいて4号艇の河合、そして3番手が2号艇の瓜生で現在上位が1-4-2でレーサー2周目へとあります。さあ先頭にはインニング成功で1号艇の桐生純平が今年 V4 へと向かって2番手は4号艇の河合が踏ん張って3番手が2号艇の瓜生正義、バックセッチャー先頭1号艇2番手4号艇3番手3号艇先に回ったところ2号艇の瓜生ですが、さあ3号艇の富山上がってきた。ここで2号艇と3号艇両者が接戦、インコースに2号艇届いた3号艇ベテラン富山の逆転あるか、後ろは水が出て6番5番となっています。第2ターンマークは先頭1号艇2番手4号艇、そして後方3番手争い2号艇の瓜生回った。さあ仕返してくる3号艇の富山ですが、ここ3番手争いは2号艇と3号艇まだ両者が接戦状態、最終周回へと入ります。さあ先頭の桐生純平は優勝戦今年 V4 住之江 V4 通算53回目の V へと向かっていまして2番手4号艇の河合勇樹、3番手争い最終周回で第2ターンマークは3号艇発定後ろ2号艇ですが、ここで逆転、3号艇の最古さんの富山は地元ベテラン逆転成功、上位が1-4-3に変わって後ろ2号艇の瓜生が4番手と敗れて、あとは6号艇5号艇となっています。さあ最終ターンマークは先頭で1号艇の桐生純平が今回シリーズリーダーの活躍で住之江は半年ぶりで連続優勝、見事夏の名物シリーズを制します。2番手4号艇3号艇さあ1-4-3で優勝戦まもなくゴール、優勝1号艇桐生純平ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、5番6番がゴールイン。第12レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着4番、3着3番以上でございました。以上最悪41億円の大返還っていうやつでしたが、また皆さんももし住之江に行く場合は寄ってみてはいかがでしょうか。マイミゼーナムの難波の楽しみ方です。